リルライフ。さあ始まりましたリルライフ。はい。さあ今日は以前盛り上がった、はい、あちらで。はい。どちら？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 あちらで。メンバーで勝負しないと。はい。頑張ります。はい。じゃじゃん。今回大戦は。ウノでございます。ウノ、ちょっと若い子、セナ君を取る。ちょっと怖いっすよ。怖い。虫食ってるな。暑いね。もう夏ぶりかな。暑いね。少し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 。デビューもしてなかった。してないやつ。そう、4年前。4年前。今年で1週間共同生活した時ぶりなんで、まあちょっと2年経っておけばさすがに、まあね、下手くそな人はもういないだろうということで。確かに。早速、やっていきましょう。はい。ルールに関してなんですけども、僕たちがこれまでやってきたものと同じように、はい。やっていきたいと思います。はい、じゃあ結構、相手曲がりはなし。そう、世界各国いろんなやり方があるみたいなんですけども、ね、今回は僕たちのいつものルールということで、はい、2回戦やっていくんですけども、2回戦やってビリになった方にはなんか罰ゲームがあるらしい。罰ゲームあるですけど、そのなんかスタッフさんのねちょっと意地悪なのかわかんないですけどもね、罰ゲームが聞かされてないという現時点で、ね、現時点で意地悪ですか。これは意地悪じゃないです。意地悪ではない。意地悪ではない意地悪ではない。引っかかってくる。意地悪ではない。意地悪ではない。ないです。どういうことですか。罰ゲーム何なんですか。いやそれはもう決まった時に、はい、説明しようか。意地悪ですよね。意地悪だ。意地悪だ。意地悪だ。場合によってはもう気持ち次第で罰ゲーム変えた方がいいですよ。いや、まあ、ただ、まあ、今回2回戦やるので、はい、1回戦目で、まあ、ビリになった人、2回戦目でビリになった人、2人出ると思うんですが、1回戦目でビリになった人は、2回戦目で1抜け、もしくは2抜けすれば、罰ゲームを免除します。じゃあ、もしかしたら、まだまだ罰ゲーム受ける人一人になるかもしれない。バイノトスですね。やば、すげえ。やば、やば、頑張らないとね。早速ね、1回戦、はい、まあ、張り切っていきましょう。ここはね、はい、まだちょっとチャンスあるかもしれないですけど、はい、ここでビリになったら、ね、罰ゲームは 50% ぐらいは可能性あるんで、はい、早速やっていきましょう。はい、はい、お願いします。はい、いけます。9の緑ね。緑か9、緑か。スタート。一発目から2枚の装置。はい、うわ、もう1個からもう1個からさ序盤から飛ばしてる。つなくんは前のものの向きがちょっとルールが分からなかった。今も多分分かってない。これ2枚出さなあかんのだよな。いや、そうだよね。違う。これはもう1枚でもいい。黄色か、6か。なるほどね、1枚でもいい。じゃあ黄色の9か。じゃあ行っていい。いいよ、いいよ。6、黄色の6だ。青だ。青だ。オッケー。うわぁ、まだ色がだんだん変わっていく。これがリルリーグのやり方です。いや、それはそういうゲームの元から。元からそういうゲームだ。スナ君が青くなりますね。リバースした。いいね。おぉ、スナ君が青くなりますね。メンバーからも確かに。いろいろと思いますけれども、はい、じゃあ行きます。はい、はい、そんな青が珍しいというのであらば、あらば、あれば。お、2枚2枚らしい。じゃん。いいね。おー、ルール分かってる。原点戻ってました。原点戻ってました。ルール分かってる。ないんかないんか。あ、でも分かりそうか。あ、2枚。お、これどっち。黄色に変換しましたね。黄色の5を2枚です。え、5! 5! まあどうしよう。一発でやる。 2! 黄色の2ですね。これいけるいける。強いぞ。これは2枚だから。いやいや、1枚で。全然分かってない。全然分かってなかった。一瞬で。またはい。でも僕これあっても別に取っていいもんね。あ、そうそう、別に戦略として。ここで出したくなかったらね。何出したの。いきます。はい、じゃん。いい、ちょんが面白い。さっきから面白い。ちょんが面白い。ありがとう。もう足る。スケープ。俺か。スケープ。スケープ。おー、いいね。あ、まあ、2枚。
どういうこと？一人称。はい。青でいいってことだね。はい。ほう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 。青って。どうぞ。次だ。はい。はい。好き。はや。あ、はや。お。意外とどうなるか。青。相手も上がりができないからね。相手も上がりできない。俺がスキップされて、コウダイくんが終わって、手を出して、僕は。あ、で、これは何色だ？いや、赤。よし！音としてはこれで青って言ってました。よし！めっちゃ覚えてる。赤を出す。よしって言って。うら！おー！うわー！やっぱ強いですよ、セナ君。セナ君、すげえ。やめろ、やめろ、やめろ、そんな。スキップ、いきなりそう。いや、ウノ楽しいわ。ウノ楽しいかもしれない。いや、コウダイくんまだ継続してる。ウノ楽しい。コウダイくんまだ継続してる。いや、何色か。いや、もう自分の自我を持ってよ。あ、ちょっといい。いい、こいこ面白いのだし。面白いのだします。うわぁ！シャッフルかぁ！シャッフルかぁ！じゃあ、ちょっと説明いたします。この出した人と、その出した人が指名した人の手札を変えなければいけない。手札交換をしないといけないプラス色替えもできます。そうです。だからまずこういうの。それは当たり前に色きてた。ああ、だでもまあコウダイくんも3枚したね。3枚マジか。じゃあでこれを見た上で、そして色替えた上で色まで変えれちゃう。青、青なんや。青ね。うん、わかんないけど、わざと青って。でもセレクはもうこのカード知ってますもんね。え、何なん？何のカード？言うてるよ。何だ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 よ。これ中村がフラフラ8枚引かないといけない。ハイマーがいいよ。いけ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 。もうええね。もう9枚でもええね。じゃあ緑で。厳しいのよ、ちょっと。ちょっと罰ゲームみんな受けたくなさすぎて。本気やもん。本気やもん。しかも何か分からへんっていう。罰ゲームはやっぱり。こっちの職より厳しいね、なんか。それでちょっと。こっちのコメントかもしれん。では僕はやっぱり罰ゲームはさないでやってほしいんで。おい、どの子は。まだ2やからいいよ、これ8やろ。え、2ってことプラス2やから4やん。4ですね。じゃあ、ナンバさん。意外と運命すんなり受け入れてる。これも運命。ウノって言いたいよ、早く。誰かさ、リバース使ってよ。俺やん。よし。じゃあ、ウノで、はい。うわ、青。あ、あかん、こいつあかんな。ウノで。あ、じゃあもう…ウノって言ってんの？ウノっぽい。あ、厳しい。ほんで、しっかり取ります。ほんで、めっちゃおもろいのが…ちゃんとウノ分かってるやつがルール言うの。俺らのルールはちゃんとウノって言うの。ウノって言うの。ウノでウノって言うの。ウノでと反発で言わない。そうそうそう。あ、俺しろ。はい。何を聞いて。青。あ、自由って言うの。自由なんですね。青が。うわっ、黄色にしやがった。いや、コウダイくんちょっと分からへんねんな。青は持ってたとして、うのっ、ほらうのっ、うのっ、あー、うのっ、うのっ、うのっ、全員平均年齢16歳が16枚。どこからどこからのバルーの、ちょっと口悪いけど、おっさんがやってたの、そんなことバルーなんで。ウノって言わなかったの。あ、ないの。ちょっと待ってください。生活な。シャッフルカード使ったのに、もらわれてんやろ。これ難しいところだよね。え、その7だったらどうする？7か赤。赤7か赤。待って前ですね。ウノしてるとき、あ、そうかよ。7も赤もあんねん。え、7! え、な、おい、よし。あ、ウノ行ったよ。
16.6 で、試合後に17、17。なんでやねん。年々きつくなるよ、お前。